負の所得税は、累進課税システムの一つであり、一定の収入のない人々は政府に税金を納めず、逆に政府から給付金を受け取るというもの。1940年代のジュリエット・ライス・ウィリアムス、後には、経済学者、ミルトン・フリードマンの著書、資本主義と自由により展開された政策アイデアである。 不の所得税システムにおいて、ある所得レベルの人々は課税されない。それを超える収入のあるものは、そのレベルを超える所得の一定割を支払う。そしてそのレベルを下回るものは、不足分、すなわち所得がそのレベルを下回っている額の一定割の給付を受ける。これを施行する提案として、典型的なのは、定額給付金との組み合わせである。例えば、 固定税率25%で政府の給付金が1万ドルであるとすると、こうした税制は政府の財政と社会的目標である最低レベル所得補助を同時に達成する単一のシステムを施行することを動機とする。ネットが施行されていれば、上記の社会目標が達成されているため、行政的には大した努力なしに最低賃金、フードスタンプ、公的扶助、 社会保障プログラムといったものの必要性を排除できるかもしれず、しかも重複する援助プログラムのあるシステムに存在する落とし穴や逆インセンティブを避けられる。最低賃金がある種の仕事を市場価格外に追いやる危険があるのに、対しネットは低賃金市場を混乱させない。援助プログラムの蔓延は逆インセンティブを提供しうる。所得レベルが増えれば援助が減って、 純所得上の損失を招くため、低賃金労働者が高い報酬の仕事を探す気がくじかれるということだ。これをという、ネット化における労働者は少しでも稼げば常に一定の割合で儲かるので、労働へのインセンティブが常に一定となる。負の所得税は、課税と福祉のシステムを担う膨大な公務員を排除するため、行政上のオーバーヘッドを削減する。こうした、 公務員の削減により節約されたリソースは、より生産的な活動に費やすことができる。負の所得税はまた、自動安定化装置としての役割を直接的に果たすため、経済のサイクルに対して良い影響をもたらすことが期待されている。批判者が引き合いに出すような主な欠点は、ほぼ全ての所得ベース税制に見られるものだ。すなわち、不正行為を防止するには、 それなりの報告と監視が必要であるということだ。他の懸念としては、納税者にとって、不正行為の金銭的見返りが課せられる税の総額を上回りうるため、不正行為に手を染めるインセンティブがネットにおいては高まりうるというものがある。批判者の主張によれば、不正取締りによる支出の増加が現在の福祉サービスの解消による、 行政縮小分を上回ってしまうというのだ。他の批判としてネットにおける受納者は失業時政府給付に等しい最低賃金を保障されるためネットは労働へのインセンティブを減じ得るというものがある。1968年の合衆国で労働のインセンティブへの影響を検証するための一連の研究が開始された。これらの研究が示したのは 最小限のディスインセンティブが存在するが、給付金が伝統的副システムによりすでに得られているのと同程度になるため、分析が困難ということである。こうした結果からは、既存のプログラムの強みをネットにより放置しつつ優位の抑止力は想像せず、しかも適用範囲を管理可能な人数に抑える、という明らかなジレンマが導かれる。 刺激誘引不所得保障計画と呼ばれ、労働意欲、労働能力を欠いた状況下では刺激誘引の政策は有効的に作用するとは言えない。所得申告を正確に把握することはひどく困難であり、支給の前提となる環境構築は難しい。公的扶助における差額支給は、家督所得に100%課税を行い最低。 保障水準を全額保障するというもので、これでは家督所得を高めようという経済的誘因が消滅し、勤労意欲に決定的な悪影響を預かる。経済非効率の原因になるさらに視力調査に行政の申請が関与し、低所得者の福祉が損なわれる。負の所得税は、所得不足に基づく貧困だけに有効で他には効果がない。以上3点は、 サムエルソンの経済学講義から抜粋した。ミルトン・フリードマンは、控除の未使用部分の一定割が、納税者に還付されるというモデルを提案した。4人家族で、控除額が1万ドル、助成率50%として、この家族の収入が6000ドルであるとき、2000ドルが支給される。未使用の控除が4000ドルあるため、その半分の2000ドルの資格があるということだ。 フリードマンは女性率が雇用獲得へのインセンティブを減ずるほど高くなることを恐れていた。彼はまた福祉や援助のごったに,に追加するものとして、負の所得税を実施すれば、官僚主義や無駄の問題を悪化させるに過ぎなくなってしまうことを警告している。そうではなく、すべての福祉を個人的に管理するような完全な自由、放任社会に至る、 道の中で、負の所得税により他のすべての福祉、援助プログラムを直接置き換えるべきなのだと彼は主張した。負の所得税はどうにか合衆国議会で審議されるようになったが、フリードマンは、負の所得税に逆効果となる他の望ましくない要素と抱き合わせになっている、とこれに反対した。ミルトンは、 所得税そのものをなくすことを好んだが、当時それを廃止することが政治的に可能だとは思わないと発言しており、そのためより危険のない所得税の枠組みを提案したのだった。報告と監視の手間はかなり大幅に減ずることが可能だ。固定税率と控除の組み合わせにより、負の所得税と実質的な税率累進の維持が極度に低い、管理コストで実施される。これは、 すべての納税者に支給される控除への税を払うことにより達成される。控除に対する税は控除に名目固定税率を上ずることで計算される。収入への課税は厳選から、例えば雇用者から直接徴収される。収入への課税額は収入に名目固定税率を上ずることで計算される。この単純な方法により控除を上回る収入があれば、 正になる実質累進課税となる。そして、もし収入が控除より少なければ、累進する実質税率は税務機関など一切なくても自動的に負になる。累進が正になる部分については、実質税率が名目固定税率に近くなるのは非常に大きな収入がある場合のみだ。控除への課税は収入が控除額のレベルに達すると払い戻される。 タックスクレジットとして理解することもできる。このレベルは、納税額とタックスクレジットの額が等しくなる点を示す。この点を超えれば、国家が納税者から税金を得る。この点に達さなければ、国家は納税者に税金を支払う。負の所得税を伴わない固定税率の実施には、実際には負の課税を避けるための追加の努力が必要となる。 こうした税において、控除は収入を知らされた後に、初めて支払うことが可能となる。負の所得税を伴う固定税率の実施は、実際の収入額とは独立に控除への税を支払うことを可能とする。この概念は、一部の人々の間では長く、ポピュラーだったが、その実施が政治的に可能なことはこれまでなかった。理由の一つは、大抵の国における、 現行税法が非常に複雑で揺るぎない性質を持っているためである。どのようなネットシステムでもこれらを書き換える必要がある。とはいえ、一部の国では還付可能な、相殺すべき税負担がない場合にも支払われるタックスクレジットを導入しており、この例としては合衆国の勤労所得税額控除やイギリスの勤労者タックスクレジットがある。 リチャード・ニクソン大統領治政下では、あるネットの案が議会を通過しそうになったことがある。当初フリードマンはこれに向けたロビー活動を精力的に行っていたが、このネット案が現行システムを置き換えず、その追加となることになったため、フリードマンはそのために戦うことをやめた。また、負の所得税は公的扶助に比べ優れているとする声も多い。 なぜなら公的扶助のように役所で給付を受けることに伴う恥じらいがなくなり、かつミーンズテストにかかるコストの大半が抑えられるからである。加えて、負の所得税の場合、収入の低い人々にのみ給付を行うため、財源確保の観点では、ベーシックインカムより実現の可能性が高い。しかしながら、大きなデメリットが存在する。それは、負の所得税が、 労働意欲の減退につながる政策であるということだ。なぜなら、負の所得税は、ベーシックインカムと同様、一切就労しなくとも、金銭を得ることができる制度であるためだ。上記の例の場合、勤労収入がゼロでも、年90万の手取りがあるため、工夫すれば、不自由なく、生活を送ることができる。これにより、健康な人であっても、 就労という選択肢を選ばない人が続出するかもしれない。この点を改善したのが次に述べる給付付き税額控除と呼ばれるものである。池田忍は、負の所得税は、その効率性が原因でどの国でも実施されていない。大量の官僚が職を失うからであると指摘している。1968年から1979年にかけて、 負の所得税の最大の社会実験が合衆国で実施された。実験は次の4つである、ニュージャージー、ペンシルベニア領州の都市部、1968から1972。アイオワ、ノースカロライナ領州の農村部、1969から1973。インディアナ州ゲイリー、1971から1974。シアトル及び、デンバー。 1970の1978ありがとうございます。